帯広市の皆さん、こんにちは。ホール担当のあゆみです。本日は豊かのお湯割りの中の奥井染め膳というものについてご紹介したいと思います。こちら本日は容器を準備しましたので、はい、こちらです。こちらは、奥井染め膳のなって赤飯とかフルーツ、煮物とかお吸い物が入るようになってます。で、こっちの容器になると焼き台が入ってきます。じゃあ、奥井染め膳、焼き台も入ってセットになっています。で、この奥井染めの中に入ってる、この、歯固めの石というものがあるんですけども、こちらは、お客様の記念の、思い出として残しておけるものなので、こちらはご返却いただかなくても大丈夫です。で、この、奥井染め膳なんですけども、お店で、お祝いをすることもできますし、家族で、お家でやりたいなっていうお客様も、家でこれだけでできることができますので、もし悩まれてるお客様とかいらっしゃいましたら、ぜひ豊かまでご相談お待ちしてます。よろしくお願いします。